40ポンドアームストロング砲は、ウィリアム・アームストロングによる革新的で新しい中量級を装砲。撮影戦争でイギリス軍が使用した。RBL は、ライファルド・ブリッジ・ローディングの略。35CWT 方針寸法近代的な、大砲の汚染には、ネジで固定する、螺旋式と、方針に直角方向に線を貫通させる、鎖線式があるが、 初期のアームストロングはこれらを併用した形式であった。すなわち、ベントピースと呼ばれる点火口のついた一種の垂直式左線を螺旋部で抑え込むことにより、発射ガス圧に対抗するようになっていた。螺旋部自体は砲弾を装填できるように、中央部が中空となっており、閉鎖機能は持っていない。この方式は、 アームストロング12ポンド野砲に採用され成功を収めていた。砲弾を装填する際には垂直式ベントピースを一旦持ち上げて取り外す必要があるが、この方式で砲を大型化するとベントピースの重量も増え人力での取り扱いは困難なる。アームストロングはこの機構は大型の方には不適と考えていたが、イギリス政府はこれを 大型砲にも採用するよう求めた。最初のモデルは 32CWT であり、続いて、汚染を大型化、強化した 35CWT モデルが作成された。1864年には、垂直型ベントピースではなく、重量増という弱点を補う形式として、水平開閉型の鎖線式汚染を用いた 32CWT が採用された。 このモデルは1877年に退役した。1880年からは、少数の 35CWT 法が、法事リングを左方向へ回転することにより、ベントピースを水平に右側へ開くことができるように、改造された。これらは横型閉鎖式と呼ばれた。これらが、現代の鎖線式の方と異なるのは、いまだに、汚染後部の螺旋部分を締めることによって鎖線を、 固定する必要があったという点である。HMS ウォーリアの原則法に使用手前のラシキオ線を回して緩め、上に見える、取っ手のついたベントピースを取り外し、ラシキオ線を通して砲弾を装填する。1859年に原則法及び旋回法として、海軍での採用が推奨された。 1863年8月の撮影戦争に参加した機関由来アラスの士官は、砲の性能を以下のように述べている、強壁越しの砲撃のため配置についた、要塞用移動台車上の40ポンド砲、側面図通常この砲は、可動式の方として、要塞内部で使用するため、背の高い要塞用移動台車に搭載され、強壁の上から砲撃した。 オーストラリアのビクトリア植民地は1865年8月に6問の 35CWT 法を受領した。これらは当初、移動式の沿岸要塞法として使用され、後に野法に転用された。これらの方のうち3問の現存が知られている。1877年にイギリス軍が撤退した後のオーストラリア植民地の防衛のため、 タスマニアのローンセストン志願砲兵隊は、鉄製の移動台車と車輪を装備した、本法の後期型を2問受け取っており、少なくとも1902年まで現役にあった。ありがとうございます。